らの発展には力を注いでいきたいというふうに思います。東京両国の国技館が会場となる大相撲7月場所、日本相撲協会は新型コロナウイルス対策などをまとめたガイドラインを作った上で、無観客での開催を目指す方針を改めて示しました。7月場所の開催に向けて日本相撲協会は今月、力士や親方などの協会員のうち希望者全員を対象に抗体検査を実施しました。事業部長を務める小車親方は今日記者団に対し、早ければ今月中に専門家から抗体検査の結果について報告を受けた後、7月場所の開催に向けて新型コロナウイルス対策のほか、出稽古を含めた場所前の稽古方法や会場の国技館での動線などをまとめたガイドラインを作ることを明らかにしました。その上で小車親方は、無観客での7月場所開催を目指すという目標に変わりはないと述べました。東京オリンピックの代表が内定していた空手の組手の2つの階級で再選考が行われることになりました。新型コロナウイルスの影響で世界ランキングのポイントを獲得できる国際大会が中止されたことを受けて、全日本空手道連盟はその時点でのポイントでトップだったいずれも組手で男子67キロ級の佐合直人選手と女子61キロ級の染谷真由美選手を東京オリンピックの代表に内定していました。しかし世界空手連盟が来年4月に国際大会を開催すると発表したため、この2つの階級については大会の結果次第でトップと2位の選手が入れ替わる可能性があることから、内定を取り消した上で再選考することになりました。東京オリンピックの延期後に国内で代表内定選手の再選考が明らかになったのは初めてです。スポーツでした。ジャーナル特集は東京パラリンピックについての話題です。月に1回程度パラスポーツの魅力や注目選手をご紹介しています。今夜は NHK パラリンピック放送リポーターの三上大進さんとお伝えします。三上さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。三上さん、先週の金曜日に都道府県をまたいでの移動の自粛が全国で緩和されまして、少しずつ以前のような環境戻ってきていますけれども、パラアスリートの皆さんというのはどんな様子でお過ごしなんでしょうか。そうですね、各地でもこの競技場が再開され始めまして、はい、ナショナルトレーニングセンターという東京オリンピックパラリンピックに向けた選手強化の拠点も利用できるようになってきまして、徐々にではあるんですが競技環境が戻り始めているような状況です。そうですか。実際に選手はどう過ごしているのか、以前このコーナーでもご紹介しましたパラ競泳の視覚障害クラスの石浦智美選手、32歳の選手ですね、お話を伺いました。石浦選手は去年 50m 自由形で世界ランキング5位、東京パラリンピックでの活躍が期待されているんですけれども、新型コロナウイルスの影響で代表選考会が中止になってしまいまして、まだ出場は決まっていません。そしてこの2ヶ月間、プールでの、練習が一切できなかったわけですが、ようやく今月再開できたんですね。その時のことをこう話しています。まず浮くところからあれみたいなとか、呼吸の仕方とか、あとはキックの打ち方とか、こんな感じだったっけみたいな。やっぱり嬉しいものなんですか、そのプールに入れたらっていうのは。そうですね、やっぱり嬉しい。トップアスリートであってもやっぱり2ヶ月泳がないと体が思うように動かないんですね。一方で泳ぐ喜びも口にされていますし、まずは再始動できてよかったですよね。本当にそうですよね。ですが実は今も様々な壁に直面しています。石浦選手は先天性の緑内障で両目ともわずかに光を感じる程度なんですね。その障害特性から新しい生活様式の下での練習や日常生活が難しい場面があるといいます。具体的にはどのような問題があるんでしょうか。
はい、まずは練習環境です。大会したナショナルトレーニングセンターまでは石浦さん家から電車を乗り継いで行かなければいけないんですね、はい、ただ当初は公共交通機関を利用して通わないということになっていたんですね。目が見えない石浦選手は車の運転はできませんので知り合いに送迎をお願いしてはいたんですけれども、それでも利用時間も1日1時間までだったり、1つのレーンで泳げるのは1人までとか、本当に細かな制限がありました。そこでコーチと相談してパラのトップアスリートを受け入れている民間のプールも併用して練習をしていました。以前のような練習環境には程遠いですね。そうなんです。ですが今日からそのナショナルトレーニングセンターも電車を利用して通えるようになったんですね、はい、条件が少しずつ緩和されてきていますので練習量もこれから増えていくと思うんですが、問題は他にもあります、はい、プールサイドで視覚障害がある石浦選手はコーチから指導してもらうときにフォームの修正などでこう、腕を触ったりする必要がどうしても出てくるんですね。なので一つで接触する機会がやはり多いそうですね。また着替えや移動の最中には気づかないうちに他の人に近づきすぎてしまって3密を避けることが難しいこともあるというふうに話していました。じゃあそれではいくら気をつけようとしてもこう避けられないことっていうのがあるわけなんですね。そうなんです。日常生活においてもソーシャルディスタンスを保つということにとても苦労していると言います。例えば駅のホームでこんな体験をしました。みんな間隔を空いて並んでるのでどこが最後尾なのかもわからないですし、人いないなと思ったら並んでる列を間割って歩いたりとか、駅の階段とか手すりのところに何番線どこどこ行きっていうのが点字に書かれてるんですけど、そういうのとかもわからない、非常に厄介な感染症が流行ってしまったなっていう印象ですね。スーパーなどで駅で整列位置を示すテープが貼られてますよね、はい、石浦選手はやはりあれが見えないので距離が取れずに近づいてしまったことがあるというふうにおっしゃっていました。さらに街中では接触を減らそうという意識が浸透しているということもありますが、道案内を頼んでもうなかなか立ち止まってくれる人が減ってしまったそうなんです。で案内してくれたとしてもアクセスとか短めに言われてしまって結局わからないままということもあると思います。そういうことっていうのはスポーツ選手に限らず、視覚障害のある人にとっては共通の悩みですよね。はい、この感染対策が欠かせない中でありますけれども、私たちにできることはあるんでしょうか。そうですね、例えば視覚障害の人を道案内するときは、以前までは案内する側の指示などを持ってもらって誘導するのがいいと言われていたんですけれども、ですが今は、なかなか接触することが推奨されていますので、石浦選手によりますと案内をしてもらうときは次のようにしてもらえると助かると話しています。触れないっていうのはお互いに分かってはいるので、一緒にこう横に並んで歩きながらもうちょっと右とか左とか具体的な言葉で示してもらいながら案内してもらえればそれだけでもね変わるので、困ってる人がいれば案内してほしいなっていうところがありますね。全てを以前のようにというのはなかなか難しいかなと思うんですけれども、まずは視覚に障害のある人が困っているというこういった事実を知ることが大切なんだなというふうに思いました。困っている人がいたら何かお手伝いできることありますかと声をかけたりするなど、ほんの少しでもね行動することが大切なんじゃないかなとお話を伺いながら感じました。本当に大変な状態が続いていますが、東京パラリンピックに向けて石浦選手の準備そして気持ちというのはどうなんでしょうか。はい、石浦選手は本当に強い決意を持って東京大会に向けて打ち込んできたんですね。というのも石浦選手は3年前までフルタイムで会社員として働いていたんですよ。で仕事を終えてから、できる時に練習に行って、その後に自分で料理を作って、栄養管理も全部自分でやっていて、体力的にも精神的にも本当ギリギリの状態で水泳をしていたということもあって、それまでなかなかパラリンピックに出場できなかったんですね。
はい、そこで東京大会に向けて転職を決意しまして、サポートしてくれる企業とアスリート契約を結んで練習にやっとこう打ち込める人になってきたんです。そしてようやく去年世界ランキング5位にまで記録を伸ばしてきたんですよ。その中でこの2ヶ月を経て改めて来年への意気込みを聞きました。私のする以外のキャリアっていうところでは、この移住資格がいろいろ揺れを動いたこともありましたけど、今やるべきことをもっともっと記録を更新して、目標は 50m 自由形で金メダルを取るっていうことなので、ブレずに今は2レーンにしっかり向き合うのが一番なのかなっていうふうには思って。石浦選手は東京大会に向けて文字通り人生をかけていきますね。なかなか不安定な状況は続くかもしれませんが、これからも取材を続けて全力で応援していきたいなというふうに思っています。今夜のジャーナル特集は NHK パラリンピック放送リポーターの三上大進さんとお伝えしました。三上さん、番組の最後にも出演します。ご質問など番組ホームページの投稿フォーム、またはツイッターからお寄せください。次は NHK の世論調査です。安倍内閣を支持すると答えた人が 36% だったのに対し、支持しないと答えた人は 49% で、第二次安倍内閣発足以降最も高くなりました。 NHK は今月19日から3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行い、58% に当たる1270人から回答を得ました。まず安倍内閣の支持率です。支持すると答えた人は先月の調査より1ポイント下がって 36% でした。一方、支持しないと答えた人は4ポイント上がって 49% で、平成24年12月に第二次安倍内閣が発足して以降最も高くなりました。支持する理由では他の内閣より良さそうだからが 58%、 支持する政党の内閣だからが 19% などとなりました。逆に支持しない理由では人柄が信頼できないからが 44%、 政策に期待が持てないからが 27% などとなっています。ここからは新型コロナウイルスに関してです。感染拡大で生活にどの程度不安を感じているか聞いたところ、大いに不安を感じているが 22%、 ある程度不安を感じているが 53%、あまり不安は感じていないが 20%、 全く不安は感じていないが 4% でした。政府のこれまでの対応について大いに評価するが 6%、 ある程度評価するが 45%、 あまり評価しないが 37%、 全く評価しないが 10% でした。感染が再び拡大することへの不安をどの程度感じているか聞いたところ、大いに感じているが 37%、 ある程度感じているが 49%、 あまり感じていないが 10%、 全く感じていないが 2% でした。政府は今月19日、都道府県をまたぐ移動の自粛を全国で緩和しました。緩和のタイミングについて尋ねたところ、適切なタイミングだが 35%、 早すぎたが 47%、 遅すぎたが 11% でした。河井克行前法務大臣と妻の案里参議院議員が公職選挙法違反の買収の疑いで逮捕されました。河井夫妻が議員辞職すべきかどうか聞いたところ、辞職すべきが 83%、 辞職する必要はないが 5% でした。政府が秋田県と山口県に配備を計画していた新型迎撃ミサイルシステムイージスアショアについて、河野防衛大臣は計画の停止を表明しました。これに対する評価を尋ねたところ、評価するが 48%、
評価しないが 29% でした。各党の支持率は自民党が 32.5%、 立憲民主党が 5.6%、 国民民主党が